どうも、ぶひけんです。本日は定休日、ちょっとね、アストロちゃんのパーツ足付けしてサフを入れたいと思います。ちょこっとやってこう。はい、オッケー。まあ表面だけね。うん、暑い暑いよ。ちょっとお掃除します。はい、お掃除完了。っていうか汗だく。ちょっと待って、くそ、今日ね35度ぐらいあるそうなんですよ。ねえ、ちょっと待って、これすぐ乾くぞ。あっという間に乾くな。暑いもんな。もうちょっと置いときますけどね。暑いよ。はい、乾いたので今また足付けをしました。よし、塗っちゃおうね。梅雨だから晴れは貴重。いや、風強いな。待ってっちゃねえかな、うん、はい、1回目の塗装。うん、もうちょっと、あ、いいな、あ、いいな、いいな、出てるね、ちゃんと。よしよしよし、ちょっと待ちましょう。暑いよ、暑い。うわ、風が強くて飛んでっちゃいそう。どっか抑えられん。よし、いや、塗り終わりました。あとはクリアね。もうちょっとな、粒がでかい方を前面に押し出したかったけど、まあいいか。ギラギラになるじゃん。おお、飛んでっちゃうねえな。ああ、ああ、ここから見ると分かりますよ。ギラギラにしました、ギラギラに。うん、もうちょっとな、黒っぽい赤の方が良かったかな。まあいいか、ちょっとお掃除します。さて、最後の仕上げのクリアを入れようと思ったんですが、これがなくなってしまいましたね、カップが。しょうがない、風もちょっとすごい強くなってきちゃったんで、待ってっちゃいそうなんだよね。とりあえずいいや、ここまで濡れたから、あとはまた数日後に、来週の月曜日に最後のキャンディーを入れていきましょう。これですね。はあ、カメラで通すとオレンジっぽく見えるね。ギラギラのギラギラのレッドですか。ギラギラよ。よいしょ。こことね、バンパーも白くするんですけど、そのバンパーの真ん中にもこの色を入れてあげて、でリアのバンパーの上側もこのこういう風にギラギラにしようと思ってるんですね。うん、ちょっとこうアクセントが入るとね、まんま真っ白じゃちょっとね、うん、あれなので。よし、暑い。ちょっとほいじゃホームセンター行ってくるかな。はあ、暑い。たったこれだけでダラダラに汗かける渡す。うん、こんな感じの定休日。